ついてこい。はっ、うん、いい手応えだ。上々。毎日頑張ってるね。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。リリー、買い物に付き合ってくれて本当に助かったよ。ベル様、他に必要なものはございませんか？うん、リリーが交渉してくれたおかげで生活用品も一通り揃ったから。ベル様はせかさなければもっと値切れたんですが、ギリギリまで値切ってから同じものをおまけに。大丈夫、あの値段で十分だよ。僕と神様だけだからそんなに使わないしね。あ、リリ、その荷物僕が持つよ。大丈夫です、リリはサポーターですから。ベル様にそんなことさせられません。でもここはダンジョンじゃないし、僕だけ手ぶらってわけにはいかないよ。な、大丈夫です、一人で平気です。リュックは二人で持つようにできてませんし。困ったな。困る必要はありません。リリがベル様のお役に立ちたくてやってることなんですから。それじゃあ僕が何かリリにお礼をするっていうのはどうかな。それも必要ありません。今日のリリはプライベートです。ベル様からの報酬目当てに手伝っているわけじゃありません。それだと僕の気が済まないし。それなら、困ってることがあったらいつでもリリを頼ってください。仲間なんですから。それがリリは一番嬉しいです。それにリリはベル様と一緒にいられるだけで。え、何か言った？気にしないでください。ああ、わかったよ、リリー。何かあったらリリーに相談するから。はい、それでお願いします。じゃあリリーも何かあったら僕に相談して。え？僕も仲間だからリリーの頼みなら何でも聞くよ。か、もうベル様ずるいです。お人よしすぎます。どうしたのリリー、うつむいちゃって。僕何か変なこと言った？なんでもありませんから。あ、アイズさん、どうしてこんなところに。どうしてって、買い物？でも、なんで僕の前に？偶然。同じ町にいれば、会うこともある。そうですけど、突然すぎて、心の準備が。うん。私もびっくりした。全然そうは見えませんけど。突然の遭遇でも、慌てちゃダメ。ごめんなさい。僕いつも緊張しちゃって。力みすぎてる、もっと自然に。そんなこと言われても。目はそらさない、よく見て。
あ、はい。目を見ないと、わからないよ。相手の気持ち。そんな、気持ちを、だなんて。できる、はず。顔を上げて、視線と、動きを見る。気配や考えを察する。相手をよく見るのは、大事なことだよ。戦闘では。戦闘?戦い方の話ですか?ひょっとして!うん。他に何かあった?僕は、てっきり。てっきり。なんでもありません!失礼します!また、逃げちゃった。触りな雑音ね。何をギャーギャー騒いでる。瞳はいろんなことを教えてくれる。まだ残響が生じているぞ。よく動くな、てめえは。煩わしい。誘ってくれないのか。雑音。冷静しろ。そんなところで勝つんだ。ああ、こいつはダメだ。誘ってくれないのか。うるさい。すでに集まっているそうです。リュウさん。ええ、行きましょう。私たちの冒険は終わらない。勝つために。途絶える雑音。うるさい。祈りが通じたか?